会席もね、たくさんの方お越しいただいてありがとうございます。見取り図です。マイクが上がらなかったですけどね。すごい平日なのに、月曜日なのに、僕ら見取り図と言いましてね、普段は大阪でやってるんですけども、今しま初めましての方がほとんどだと思いますので、ちょっとだけ自己紹介させていただきたいと思います。僕が森山と言いまして、相方ちょっと変わった芸名なんですけど、リリーと言いますんでね、お前で帰ってもらってですね、この相方の森山くんがですね、僕がよくね、ある有名人に似てるって言われるんですよ。そうなんですよ、僕ちょっと特徴が多いもんですから、いろんな人例えられるんですけど、皆さんわかりますかね。その方は、あーから始まる俳優さんです。俳優さんで僕に似てる人がいる、イケメンですか。かなりのイケメンです。嬉しいですね。まあ、ワイルドな感じですかね。髪が長くて、長髪で、ヒゲが生えてて、ヒゲの生えた俳優さん、まあ言うてもたくさんいらっしゃいますからね。どうも、アキラです。お願いします。ありがとうございますね。嬉しい。手も振っていただきまして、なんで、ありがとうございます。二階席もありがとうございますね。入るの違いますよ。何ですか。皆さん、バイバイっていう意味で振ってるわけじゃないので、頑張っていきましょう。嬉しいですね、こんなにたくさんのお客様が。嬉しいよ。絶対言ったらあかんよな。何を絶対言ったらあかんって。いや、なんかあかん言葉思いついてもうて。え、でも言ってみな分からんもんな。大丈夫なんかな。言ってみな分からんやろ。一回言ってみるわ。一回言ってみたら、出ていけ。絶対言ったらあかんよ。あなたが出ていきなさい。最悪やん。お金を払って見に来てくれてん、ね、最悪。二度と言わないで、ね、そういうことは、ね、ごめん。どうもダイアンです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。たくさん入っていただきましてね。あ、すみません、テーマ振っていただきまして、すみません、ありがとうございます。すみません、なんか、ね、気遣わしましてね。すみません、2回戦、ありがとうございます。嬉しいですね。よろしくお願いします。まあまあ、いい年なんでね、まあお恥ずかしいんですけども、ちょっとまだ独身で、早く結婚とかね、したいなと思ってるんですけども、ただちょっとどういう男がモテるのかなと思ってね、最近ちょっと分からへんようになってきましてね。あ、そう。可愛げのある男とか待ってると思うんですけどね、僕はね。可愛らしい男、まあそれだと僕やね。それめちゃめちゃ可愛らしいんですよ。まあ、気づいてはると思うんですけども、すごい可愛らしいんですよ。いやいや、僕はそれと まだ俺の方が可愛らしいと思うんですよ。どうもこんばんは。よろしくどうぞ。どうもよろしくどうぞ。お忙しい中来ていただきましたのでね、たくさんですよ。大いに楽しんで帰っていただけたらな。はい、勝手にどうぞ。勝手にだと思うかと思うんだよな。せっかくですから楽しんで帰ってくださいね。あの、いきなりやけどさ、何ですか何ですか。俺ちょっとね、結婚したらやりたいことがいっぱいあんの。ああ、そうな、じゃあ今日はそのやりたいことさ、心の中に留めといてや。言わせろやんね。パイ張る言うてんねんから、お前。まずこう朝目覚めるときや、奥さんの包丁の音で目覚めんねん。怖いわ。ありがとうございます、たくさんのお客様で。ギヨンと申しまして、漫才頑張っていきましょう。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。手振っていただいて。ありがとうございます。あ、上もあるんだ、すごい。ありがとうございます。あ、すごい。あ、手振っていただいて。ありがとうございます。全員振るまでやめませんよ。ちょっと長いですね。そう、いつ終わるんかなと思ってたんですよ。全員でなかったよ。ありがとうございますしか言うことなかったので。あ、そうですね。ありがとうございます。初めましての方、覚えて帰ってください。まあ、覚えていただきたいんですけど。そうですね。正直、我々ギヨンはギヨンと申しまして、覚えやすいと思います。どうでしょう皆さん、僕たちって覚えやすいでしょうか。どうでしょうか。覚えやすいですか。どうですか。だって見たらわかるじゃないですか、ね、結構ね、覚えにくい顔やねとはよく言われるんですよ。ほら、僕木崎の方、ね、木崎さんの見た目が男前じゃないですか。こんな止まる新大阪。どうも、金属バットです。お願いします。どうも、いや、こんばんは。いや、がっつり。うわ、いっぱいおるな。ねえ、ラッキーラッキー、いやいやいや、ねえ、はぁ、すごいね、ここは。いやね、ねえ、すごいね、いやいやいや、昔すごい滑った。言わんでええねん、お前。おい、どうも、ミルクボーイです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今、お茶漬けに入っていた丸いあられをいただきましたけどもね。ありがとうございます。もう、こんなん何本あってもいいですから。一番いいですからね。ありがたいですよ。なくさんようにね、帰らんとあかんけどね。そうですね。お越しお越しくださいまして、ありがとうございますね。いきなりですけどね、うちのおかんがね、好きな服があるらしいんやけどね。服？その名前をちょっと忘れたらしくてね。え、服の名前忘れてもうて、どうなってんねん、それは。そうやな。でも、おかんの好きな服なんかね、白いブラウスか、黄色いブラウスぐらいでしょ、そんなもん。それがちゃうらしいな。